おお、やったぜ。ついに手に入れたんだぜ。この伝説のキノコを、どこかが伝説のキノコだって。そりゃ、このキノコはその辺に生えているものとは全然違うんだから。伝説って呼ばれるほど、入手困難なものなのさ。それを通販を通してようやくとも入手することができたんだぜ。このキノコは他とは違うぐらい遺産のレベルを誇っているんだよ。だからこれを誰かに盗まれたりしたら大変だ。だが、私は隠すこと自体が得意なのさ。だからそんなこと関係ねえよ的なことだぜ。ああ、見ているだけでよだれが垂れてくるぜよ。ああ、こんまま食べてしまった方がいいのだろうか。私を悩ませる唯一の選択だぜ。ああ、我慢できねえ。もう食べてしまうしかない。あれが、例のキノコか。それにしても高価。いいんじゃないのかな。キノコがどっか行っちまったー。どうして、どうして、昨日まではちゃんと抱きしめて、離さない様にしていたのに、なんでこんなことが起きてしまうんだー。嘘だ、嘘だ、ありえない、こんなこと絶対ありえない。いや、待てよ、もしかしてアキスがやったことかもしれないけど、そのアキスがまだこの辺りにいるとするなら、全面戦争じゃあ。ひげ、念力移動。いや、超能力使えたのかよ。